はい、皆さんこんばんは。本日はね、ムービックス磯崎で映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。君の色ということでね、こちらの映画を見てきました。で、チケットがね、こちらになります。はい、というわけでね、アニメーションですが、君の色ですね。こちらのアニメーションね、なんかね、オリジナル作品らしいので、本当にね、映画に特化したアニメーションってことじゃないですかね。ものすごくね、もう映画ね、とにかく綺麗ですね。もう一枚一枚の絵がね、本当にもうイラストかというぐらいのね、ものすごいこだわりの絵で、で、それに合わせてですかね、すごい淡い感じのね、本当に優しい絵なのに対して、キャラクターたちもね、そんな感じのね、優しい感じのキャラクターになってますね。まあなので、まあこんなね、ロックバンド風にね、こうギターを抱えてるんですけど、まあバンドを組むね、まあ高校生がバンドを組む内容ではあるんですが、そんな激しめのロックというよりね、なんかこう今時というかね、リズム帯が DTM だったりとかね、そんな感じで、で、あとまあキーボードですね、キーボードがいて、で、ギターがいる、ギターボーカルがいるっていう形のバンドですね。そんな感じになってます。で、この君の色ですね、まずね、この名前がね、君の色ということで、まあ英語で言うところの You とかね、あなたの色ということでね、君の色っていうことだと思うんですけど、このね、登場人物がね、まあ主人公はトツコという女の子、これも明るい女の子で、で、もう一人ね、キミちゃんっていう女の子いて、で、あと男の子でルイ君っていうのがいるんですね。で、このね、キミちゃんのキミにもかかってるんじゃないかなっていうことがありますね。で、このキミちゃんの色ですね。キミちゃんの色、なぜこのキミちゃんの色かというと、このトツコって女の子はね、結構明るくて天然っていうかね、そのムードメーカー的なキャラクターなんですよ。ちょっとほんわかしてるし、失敗したりドジをしたりとかね、そういったところのまあお茶目さがあるその女の子なんだけど、で、この女の子は昔からね、その人の色が見れる、こうしたちゃんとした色として見られるんだけど、もう一つね、その人のこう色ですね、こういった感じでね、人を色で見る、そういったね、なんか能力というかね、そういった感覚があるんですよ。まあ目で見てはいるんだけど、なんとなくね、その人の色が見えてしまう。で、その時にね、この女の子はまあキリスト教系のね、寮がついてるその女子高生ですね。まあ全寮ってわけではないんだけど、このキミちゃんもその、そのキリスト教系の、まあ、女子校に通ってるわけですよ。で、こちらね、キミちゃんは通いで、で、トツコはその寮に住んでるわけですね。なのでね、その、まあ、寮の室にはこの同じね、その同級生の女の子と暮らしてるって感じですかね。そんな感じになってます。このね、まあ、寮のね、部屋のね、そのルームメイトですね、ルームメイトの女の子たちも仲良くて、この女の子たちもいい子なんですよ。まあ、とにかくね、この映画ね、嫌な人がいないですね。その悪役的な人はいないので、で、そんな感じでね、このまあルーメイトと仲良くやってるんだけど、このトツコはね、その学校の中で楽しみの一つとして、この時々見かけるキミちゃんですね、このキミちゃんを見ることが本当に好きで、このキミちゃんを見ると、そのキミちゃんの色ですね、この青い色、青い、まあ藍色に近いのかな、薄い藍色みたいな色ですね、そのまあパステルカラー風な感じになるので、まあ青とは言ってるんですが、まあキミちゃんのこの青い色ですね、これがものすごく好きで、もう本当にまあ女子校の中のね、まあ恋愛ではないんだけど、まあ恋愛に近い憧れとその好きの間みたいな感じですかね。ちょっとなんかね、もうキミちゃん見れることによって、このね、トツコのテンションが上がるところはちょっと恋愛に似てるんだけど、まあ多分恋愛ではないんですよ。本当に憧れとか、この人に会えたら今日一日はいい日だったなって思えるような、そんな感覚ですね。だからずっとね、目の端でどこかでキミちゃん探していて、キミちゃんに会うと、会うというかね、見かけるとちょっとね、トツコも気持ちが高まるって感じですよね。で、そんなね、まあキミちゃんね、結構その学校の中のクールな感じっていうかね、クールな感じで後輩から頼られたり、あとなんか話の内容からして、なんかね、生徒会もやってるのかな。とにかくね、まあこういったアニメの中では、こうね、女の子中心のアニメの中ではね、ほんと真面目なその女の子の役割ですね。そのクールビューティーで、まあその生徒会もやって、多分ね、成績もいいんじゃないかな、そういった女の子なんですよ。で、この女の子がまあその体育の授業かなんかでね、まあ合同で体育の授業でドッジボールでね、ボールを投げた時に、その投げた先にいたのがね、トツコで、このボールをね、投げるところに、ね、見とれてしまうんですよね。このキミちゃんが投げるボールを。そのキミちゃんが狙った先がトツコで、で、トツコの顔に当たってしまって、まあいろいろ、まあ、大丈夫ですとか言いながらもね、倒れてしまうみたいな感じになっているのが
そんな感じですね。そんな感じの出会いというかね、最初の接触はそんな感じです。まあ元はね、あのトツコはずっと一方的にキミちゃんのことが好きというかね、そんな感じです。このキミちゃんの色を見ることが好きな女の子だったんだけど、まあその最初のね接触みたいなものは、そのキミちゃんが投げたドッジボールのボールが顔面に当たったってところですね。でそこでまあ軽くね怪我というかね、鼻血がちょっと出たぐらいですかね。それでまあ保健室で寝ていて、起き上がってね、まあ元気になったんだけど、でそれからなんかね、キミちゃんは目の端で探してるわけですよ、学校の中で。その女子校の中でキリスト教系のその学校の中で探してるんだけど、どうしてもねキミちゃん見つからないんですよね。キミちゃんに会えない日が続いたせいで、だんだんねこの色がね、色彩が落ちてくるわけですよ。その風景というかね、その学校の 色がどんどんねこうなんかね薄くなっていくとかね、灰色みたいになっていくっていうね、そういった感じになっていくわけですね。今まで明るかった色が、このキミちゃんいなくなったせいで、なんかそういうなんかねテンションが下がるみたいな感じになるわけですよ。で思い余って、もうねこのトツコはね、知り合いじゃないんだけど、あのキミちゃんのこと知らないんだけど、まあ知らないというかね、キミちゃんの一方的に知ってるだけなので、あの要するにそのキミちゃんの友達みたいな人とはそう知り合いじゃないわけじゃないですか。であまりにもいないので、ちょっとトツコね心配になっちゃって、あのその友達に勇気を出してね、あの聞いてみるわけですよ。キミちゃんどこに行ったんですかみたいなのを聞いたら、なんかねキミちゃん突然ね学校辞めちゃったらしいんだよっていうね、結構こんなねほんわかしたパスカルチックなアニメにしてはね、結構ディープな話ですよね。この生徒会をやったり、あとね、あとコーラス部というか合唱部かなんかでもね期待されているその生徒だったんですよ。その学年では中心というかね、本当に優秀な方では中心だと思うような女の子が、まあ急に学校辞めたってことで、ただねその正確なね理由がよくわからないんですよ、キミちゃんがなんで辞めたのかっていうのが。まあ何にしてもね、そのクラスメートとか、まあつながりがある人みんなね、もうちょっとねいなくなったってことショックで、もうトツコはねもうなりふり構わず聞いていくわけですね。キミちゃんどこにいるのってことを聞いたんだけど、みんなあんまり正確なこと知らないんですよ。なんかキミちゃんいなくなったぐらいな感じで、で困ったなって。でもとにかく会いたいわけですね。会いたいというか、キミちゃんの色が見たいんですね。キミちゃんを見たいっていうね、なんかもう恋に近いですよね、このトツコの絵からキミちゃんへの感情っていうのは。まあ多分それに限りなく近い、そのなんだろう、憧れみたいなんだとは思うんだけど、まあそれでねこのキミちゃんに会えないということで、学校の生活していたらなんか噂話がね耳に挟んで、あのキミちゃんがねどっかの本屋さんで働いてみたよっていう女の子がいて、でそれを聞いた瞬間、もうねスマホでこの近くの本屋を検索して、それを片っ端から当たっていくわけですね。本屋さんを探していくわけですよ。で本屋さん行くと、まあ変なねその古本屋とか、このおじいちゃんとかね、そういうのがいて、なかなかキミちゃんに会えないですね。そういった感じですね。本当にね時間があればね探しに行っちゃうんですよね。本当になんかもう恋に近いですよね。でそれでずっと探してる中で、まああるところで白猫と出会い、その白猫の後を追っかけていったら、この入り組んだその住宅地の入り組んだところに、奥にあるあの小さいおしゃれな古本屋さんですよね。あのこういったアニメとかではもう定番の、絶対お客さん入らないだろうみたいなところにありえな路地を裏で、とにかくねおしゃれでこじゃれた感じで、本当にこれ儲かんのかなみたいな、あの古本屋さんみたいなね、そういうのを見つけるわけですよ。でこうトツコはねそのお店を見つけて、でそのお店に入ってみるわけですよ。入ってみたらなんかねギターの音が聞こえるっていうことで、なんかギター弾いてる音が、練習してるのかなみたいな音が聞こえるわけですね。でそれで2階の方にから聞こえるので、まあ、2階に恐る恐る上がっていくわけですね。そしたらキミちゃんがいるわけですよ。でキミちゃんがねギターを練習してるわけですね。でそこで、私この本が欲しかったのなんてね、ピアノの練習本のねその古本を手に取って、キミちゃんにねこの本が欲しかったのなんて言って、まあ、買おうとするわけですよ。キミちゃんはねその本をね売るわけだけど、その時に あなたはってことで、あのドッジボールでねボールをぶつけた女の子じゃないってことで、まあちょっとそういった感じで話になるんですね。でその様子を見ていたこの男の子がいるんですよ。このルイ君ですね。このルイ君がこの2人がね話し込んでるところをこう声をかけて、バンドやってるんですかみたいなことで声をかけるわけですよ。そしたらなんかそのトツコのねそのまあ空気を読んでるのか読んでないのかよくわからないその流れで、
一緒にバンドやりませんかなんてことを言うわけですね。私たち今バンド組んだんで一緒にやりませんかって言うんで、でキミちゃんも驚くわけですよ。別にそんな話もしなかったのに。でそれでキミちゃんもね、バンドや私もバンドやりたいってことで、まあそこでなし崩し的にバンドをやることになるっていうね、そういったこの3人のこの出会いがあるわけですね。この流れも不思議な感じというかね、そんな感じなんだけど、まあこの、まあ女子校にいた女の子の2人じゃないですか。そこに急にね男の子でね、まあキミちゃんもね、そのなんだろう、なんでそれオッケーしたのかなっていうと、その前の下りでこの古本屋で働いてるんだけど、ずっとねこの男の子がね常連として来てて、その男の子のことをね目の端で追ってるんですよね。ここら辺のちょっと描写があるので、まあ多分キミちゃんはこの男の子が好きで、この男の子もねキミちゃんのことは気があるんじゃないかなみたいな描写はちょっとありますね。そこら辺はちょっと正確にはわからないんですけど、そういった感じがあって、まあそんなねトツコの突然のこの提案に、なんかね2人のこの恋心みたいなものがそのなんか惹かれ合ったっていうかね、そんな感じじゃないですかね。そこでまあキミちゃんもねこの男の子となんかねつながりが持てるならっていうのと、このルイ君もねまあキミちゃんとこうつながりが持てるならみたいな感じで、こうなんかつながりができたみたいな、そんな感じですかね。トツコはトツコでね人の色が見えるということで、このねまあルイ君ですね、ルイ君の色を見たらまあ緑色だってことで、あのね緑色の優しい色みたいなね、そういった感じなんですよ。でこの色がね、まあそのうちまたこの演奏とかするとき、曲を作ったりとかするときにね、この色のこの表現ですね、キミちゃんのねこの青い色とこのルイ君のね緑色がこう混じり合ったりとか、そういった表現があったりとかしてね、本当にねアート的に綺麗なアニメになってますね。本当に一枚絵一枚絵がね本当に丁寧に描かれていて、で色もね本当に繊細な色を使っていて、本当にねなんか見事な感じで、まあそんな感じでね、まあバンド活動が始まるわけですけど、まあバンドで、ね、まあ一応女子校なのでね、このトツコは女子校なので、あんまりねこの他のこの異性とね、まあ味わってはいけないみたいなこともあったりとか、キミちゃんキミちゃんで学校辞めたことをね、その一緒に暮らしてるおばあちゃんには言えてないんですよ。でこのおばあちゃんでこのキリスト教の女子校の、まあ、卒業生でね、自分の孫が同じ学校に行って同じ制服を着てくれてるのは嬉しいなみたいな感じだったりとかして、でこのルイ君はルイ君で離れ小島かなんかの島の、そこの離れ小島のね担当してる、まあ、女医がいて、その女医さんの息子で、まあ医者になってもらいたいっていうね親のその期待に応えなきゃならないみたいなね、まあそういったそれぞれのねそう、まあ、事情があったりとかして、これがね物語進んでいくうちにだんだんねこうまあ解決というわけじゃないんだけど、それぞれの答えが出てくるみたいな感じですね。それぞれのこの問題を答えを出していくって感じですね。でまあ全員ほぼ素人なんですよ。まあキミちゃんねギター弾いてるって言っても本当にそれも素人で、でこの男の子もねルイ君も近所に捨ててあった楽器とかねそういうの拾ってきたり、でもねテルミンを演奏するんだけど、テルミンの演奏が異様にうまいっていうねあんなに演奏するのは難しい楽器というか、もう電子なんだろうな、電子器具みたいなね、音の出る電子器具みたいなもんじゃないですか、テルミンって。あれをね見事に演奏できるところがねちょっとすごいなっていう。だからそのライブでもね、そのこの3人のそのバンドのライブでもテルミンの演奏をね用いたりとかしてますね。まあとにかくその電子音的にねものすごい、そのちょっとねおしゃれな感じのそのバンドになってきますね。で曲はねこのトツコがすごい明るい曲ですね。このトツコの性格らしい、トツコがね急に思いついた変なねこの曲ですね。それをこうオリジナルの曲として演奏したりね、キミちゃんのねこのまあいろいろね悩みがあるわけです。悩みがあるっていうか、そもそもね高校辞めちゃってるので、そのまあ一緒に暮らしてるねおばあちゃんに黙ってね高校辞めちゃってる状態なんで、結構ハードな状況ですよね。この高校生の状況でね、もう真面目なレッテルを貼られているようなね女の子が高校を辞めちゃって、でそのねまあその古本屋でバイトをしてるみたいな、でバイトしながらギターを弾いてるっていう感じで、パステルカラーのアニメとしてはね結構キミちゃんの状況が結構ハードで、これ実写版だったら結構ねまあなんか
なかなか重たい状況だとは思うんだけど、でまあそれでねこの学校辞めた状態でまあいろいろあるわけですよ。あの修学旅行とかね、あとその合唱部とかね、あのおばあちゃんにはね合唱部の練習行ってるんだとか言ったりとか、一応制服を着てねその家を出ていくわけですよ。学校辞めてるのにね、学校辞めてるのに制服を着て家を出ていくこの辛さですよね。なかなかね高校辞めるっていうのはねなかなかヘビーなんだけど、それをねずっと隠しながらギター弾いて、まあ雑貨でバイトして、でトツコとかね、ルイ君とバンド活動をやるというね、そんな感じになってきますね。で結構ね、まあ、曲もいい感じだったりとか、あとまあこのね、まあ、修学旅行本来ねあの行くはずだったところ、あのそのね修学旅行行くのね、なんかね日光の方行くみたいだったらしく、あのいろは坂ね、あのバスへ乗らなきゃならないということで、そのいろは坂をねその見た瞬間もうねトツコはねもう車酔いが想像できてしまって、ちょっとうんざりしてしまうみたいな感じで、でまあ修学旅行はねちょっと警備を使って行かなくなったところに、このキミちゃんを呼んでね、あのまあそういったちょっとした冒険ですよね。で高校生のねこのアニメやドラマなら可愛いやるけど、まあ不法侵入なんでね結構そこらもまた重たいなというなかなかね学校を辞めたその真面目な女の子が、まあ、不法侵入するというね、結構あの実写だと重たい映像ですよね。そういった状況だったりとかね、まあ当然そこら辺もねいろいろこう、まあ、見つかったりとかするっていうね、そういった展開になってきますよね。でまあ最終的にはね、まあ始まりはね確か春なんですよね。春のその制服を着ていたので、春から始まり、まあ冬のね最後の方ではこの女子校の、まあ、セイントバレンタイン祭というかね、まあ、多分そのバレンタイン近くですよね、12月近くのその学園祭みたいなのがあって、そこのライブでねそこでライブをしようっていう、そういった感じになっていくって感じですね。まあライブハウスでやるという感じではなく、トツコがいる学校の、まあ、女子校のねその学園祭のライブをやるっていう感じになってきます。まあそんな感じでこのライブを通じて、まあいろいろねみんなのねその思いみたいなものが見えてくるって感じですかね。まあそんな感じになってきます。まあとにかく綺麗なアニメで、でしかもね音響ものすごくいいんですよ。ものすごく音響いいので、とにかく映画館で見てもらいたいなって感じで、これだけの音響でねまあ見られることはなかなかないと思うんで、まあ家でね 5.1 ちゃんのこのスピーカーとか組んであればねもうちょっと違うとは思うんだけど、本当にねいい音が、聞こえてくるのでね、まあ、ぜひね、映画館で見てもらいたい映画になってますね。本当にねおしゃれというかね、本当にアーティスティックな映像で、もう本当にね一枚一枚の映画本当に綺麗なアニメになってますね。はい、というわけで、ね、本日はね君の色という映画を見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。